とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。タワーシーズン13。ついにいいやつが出ちゃいました。多分強いと思う。これです。誕生と終焉ですね。今まで使ってたのが、こっちなんですよ。黄金でリフレッシュ。エンチャントが、旋風重力追い打ち。ですね。強かったっちゃ強かったけども、旋風がリフレッシュの邪魔になるし、なんだろうな。これといった決め手となる火力がなかったのよ。それで、探してましたら、これが出ました。似てるね。全く同じエンチャントにすることができます。黄金でリフレッシュさんでしょ？で、旋風、重力、追い打ち。全く同じにすることができます。ただ、全く同じにはせずに、真ん中は重力で、OK。で、ここを、ダイナモでしょ？ダイナモ。ぴょんぴょんして戦うんで、ダイナモをしていきましょう。で、ここを、爆発が好きっていう人もいるかもしんないけども、アーティファクトシナジー。うん。なんか怒りみたいな感じで、使ってみましょうか。もしかしたら合わないかもしれない。アーティファクトシナジーはそんなに合わないかもしんないけども、まあ、とりあえずね、やってみたいと思います。強いかな？それでは、行きますね。燃える火事場のデイリー1です。ペットの数が3に固定。で、モブダメージが 50% 増加して、輝きのエンチャントを持っているっていうことですね。もともと、吸血がついてるので、輝きがつくとさらに回復がはかどるね。で、フルメタルアーマー装備してます。シナジーついてるので、これも回復がして、だいぶいいよね。で、パープルストームとキノコドラ羽。これですね。では、行ってみましょうか。あ、俺マント装備してないやん。違う、あれだ。あー、固まった。びっくりした。パソコン版と行き来をするので、マントの装備がね、なんか外れるんだよね。よっしゃ。やばいやばいやばい、なんか戦いにくいこいつら。よし、オッケー。ちょっと待って、ジオマンサーいるとやっぱ戦いにくいね。オッケー。忙しい、これ忙しい。強いよ、強いんだけど戦いが忙しいな。ぴょん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 しなきゃいかないし、通常では全然ダメージがまあ、出ないわけではないけどね。出ないわけではないけど、ちょっと弱めなので、戦いがちょっと、忙しい。本当に。これ、追い打ちとかだったらね、そのまんま、地に足をつけて攻撃できるんだけども、ダイナモとシナジーだから、そうはいかないんだよね。ぴょんぴょんして、ダメージを与えていくっていう感じなので、まあまあ、普通に、殴り合いでもそこそこいけるか。でも進化を発揮するのは、一回ぴょんとジャンプした後、となるので、忙しい。それがちょっと、第一印象かな。キャプテンはいますかね？どうだろう？おい！雲との相性が悪い。いるかな？あ、トゲ持ってる。嫌なやつだな。いや、ここいないな。もしかしていないか。今回もちょっといないかもしれないし。あ、いや、あ、下にもある、下にもある。いないとき本当にね、1体2体しかいないときがあるんですよね。あ、いるいる、よかった。ちょっと待って、変更ついてる。変更つきかい。はいはいはい。このぴょんぴょんするにあたって変更付きがね、とても戦いにくい。はい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 。防護もついてて痛いね。はい、まずは脅威です。ちょっともうぴょんってしただけでもうノックバックするからやだな。戦いにくい。あとキャプテンはいるのかい。どうだろう。中間地点突破。キャプテンは相変わらずおりません。
よいしょ。いやー倒せねえか。よし、オッケー。ちょっと待って、戦いにくい。やっぱね、忙しいこの武器。本当に。まあ、このエンチャがだろうけどね、すっごい忙しいのよ。まあ、強いよ。強いには強いんだけど、めちゃくちゃ忙しい。もう常にボタンをね、押さなきゃいけないんで、これは忙しい。好んで使おうとはちょっと思わないですね。それぐらい忙しい。いや、回復とかもね、まあ、輝きがついてるかもしんないけども、すごいね、回復すんのよ。回復量とかも素晴らしい。うん、そんなにピンチにもならないし、いいんだけども、やっぱりこの忙しさっていうのはないなぁ。すごい。よし。あ、もう、もう、今回ね、ほんとね、ジオマンサーがやたら多い。やたら多くてもう嫌になるぐらいですね。もう。で、こっちか。いないね、しかもキャプテンが。いるときってもうここら辺で、もう3つぐらい旗は取ってるはずなんですけど、まだね、旗1個なんだよね。脅威が1つだけ。なので、最後の最後に、できれば、おい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 、ひどいな。なんだこれ、動きにくい。行動を制限されるのがものすごくストレスです。ひどい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 。もうなんだこれ。じゃあ、オッケー。まあなんとかいけたね。まあ、全部倒さなくていいけど。よし、もうもうやめろ。いてくれますかね。どうだろう。トゲがいるな。あぶね。トゲがいたね。どこキャプテン。あ、いたいたいた。よっしゃ。基本やっぱり、ドラを当てないと、そんなにダメージは入りません。まあ、それは基本だね。ドラを当てるっていうのは。神秘来た。何？弱体化を持ってるか。嫌なやつだね。え、でももう、キャプテンいないわ。こんだけか、少ないな。はい、まあ、とりあえず弱体化がついて、脅威が1か。しょぼ。しょぼい。これじゃあちょっと簡単すぎるね。よし。あ、防護はさすがに固め。ボス行きましょう。うん、まあ、ガチの殴り合いではこれすごい強いから、いいと思います。こんな感じね。ぴょんぴょんして、ダメージを与えていく。忙しい。はい。強いけどね。すごい強いけど。なかなか、疲れる装備ですね。はいはいはい。いくぞ。あ、でもまあ、いや、怒りよりも忙しい。怒りはね、一発一発が、そんなに攻撃早くないんで、忙しくはないんだけど、こっちはね、攻撃がそこそこ早いんで、やっぱ違うよね。しゃ。うん、オッケー。ここクリアですね。はい。今日はとりあえずですね、新しく出ました。誕生と終焉、リフレッシュ、アーティファクトシナジー、重力、ダイナモ、使ってみました。忙しい。めちゃくちゃ忙しいです。なので、まあ、これ強いよ。ものすごく使いやすくて強かったんだけども、忙しかったので、そうだね、リフレッシュ、重力、追い打ち、痛みサイクル。でいいかな？どうだろうな？痛みは合うかわかんないけど。まあ、なんかそういうのをもうちょっと探したいです。とりあえずこれは全然使えたので、取っておきます。よかったよ。
ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。